ジャック・エルブランはパリ生まれのフランスの数学者である。数理論理学と類体論に業績がある。再起関数を導入した。エルブランの定理と呼ばれているものは全く別の二つの定理を指して言う。一つは彼が博士論文として書いた証明論についてのものであり、もう一つはエルブラン・リーベットの定理と呼ばれているものである。エルブラン賞とは ホモロジー代数におけるオイラー票数の一種。彼はまたヒルベルトプログラムにも貢献した。エルブランは1929年エコールノルマル・シュペリウールでエルネスト・ベシートの元博士号を取った。その年の10月に軍に入隊した。そのためパリ大学での論文審査は翌年まで持ち越された。ロックフェラー財団による奨学金を得て、 1931年にドイツに留学。はじめベルリンでノイマンと6月にはハンブルクでエミール・アルティント、そして最終的にゲッティンゲンでエミーネーターと共に学んだ。1931年の初め、算術の無矛盾性についてと題した証明論の論文を提出した。エルブランの論文が審査されている頃、クルトゲーデルの発表した論文。 プリンピキア・マテマティカとその関連体系における決定不可能な命題についてが無矛盾性の証明を形式化することが不可能であることを明らかにした。エルブランはゲーデルの論文を読み、ゲーデルのアイデアと自身のものが矛盾しないことを説明する解説をつけた。その年の7月、二人の友人と共にフランスイゼール県にあるアルプスを登山中、滑落事故を起こし亡くなった。 彼の論文、三述の無矛盾性については、主語交換された。アンドレ・ベイは、エルブランと同じく若くして亡くなった数学者、谷山豊とエルブランを比較して、エルブランの人物像を次のように述べている。私の年配のフランスの数学者にとっては、エルブランを直ちに思い浮かべずに、谷山について書くことは、不可能である。エルブランもまたその時代の数学者のうちの最も強い。 個性を持つ一人として、彼と知り合った人々の記憶の中に泊まるであろう。エルブランは23歳で、山の遭難で死んだ。彼の仲間たちによれば、山では、慎重さは、彼の貴重的特質ではなかったという。知性のある限界を超えてしまった者には、生命などは、大して重要なものではないようである。エルブランを知った何人にとっても、もし彼が生きていたら、我々の数学、 特に我々の数論がやはり今日あるのと全く同じ姿を有しただろうとは到底思えないのである。彼は他の者より先に近々の問題を解くといったことをばかりでなく、またその人以外の者が決して持たなかった思想によって科学を豊かにすることを人々が期待するという人物であった。谷山もまたそのような人物である。アンドレベイユ術、谷山を思う。 数学の歩み六巻4号、ピアニッシモ、23、ミッシェル・チョーちゃんは、クロード・シュバレーが、エル・ブランならば、ブルバキを嫌ったであろう、といったことを紹介している。ありがとうございます。